こんにちは、ハロプロ速報の時間です。3月30日と31日にキノフェス2024が開催されました。今年も見どころが多く、かなりの盛り上がりを見せました。今回はそんなキノフェス2024で話題になったニュースについて簡単に解説しつつまとめていきます。このチャンネルではハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。アンジュルムの平山由紀ちゃんが欠席。本番を翌日に控えた3月29日にアンジュルムの平山由紀ちゃんがウイルス感染による発熱でヒナフェスを欠席するとの発表がありました。デイペイは3月30日のジュースジュース&ビヨーンズプレミアムでソロを歌うことになっていたので、その枠は再抽選が行われたそうです。その結果、同じくアンジュルムの川名凛ちゃんが代打に選ばれ、モーニング娘。のオンリーユーを披露しました。何でも選曲については、もともとペイペイが歌う予定だった曲なんだとか、あの難易度の高い曲に挑もうとしていたペイペイはもちろん、それを1日で仕上げたケロンヌには驚きしかありません。奇跡的な確率が生んだ感動のエピソードでした。キノフェスの再抽選といえば、2021年にはモーニング娘。の佐藤まさきちゃんがソロを獲得したものの、過敏性腸症候群が回復せず欠席しました。再抽選の結果、椿ファクトリーの朝倉キキちゃんが代打を務めることに。しかし、事務所が推したいであろうエースメンバーの当選にはやらせ疑惑の声が多く上がりました。そんなオタクに対してなのか、再抽選のリアルな紙を公開するという珍事件にまで発展しましたね。今回のペイペイソロについても、高い歌唱力があるだけにやれるだろうなと思っていました。しかし、そんな声をねじ伏せるほどのパフォーマンスをケロンヌは見せてくれたんじゃないでしょうか。ビヨーンズが5枚目シングルを発表。ビヨーンズが新曲のハイトゥダイヤモンドとゴーシティゴーをサプライズで初披露。またMC でその2曲を含めたトリプルレイメンとなる5枚目シングルを5月29日に発売すると発表しました。またシングル発売の発表に合わせてハイプダイヤモンドのミュージックビデオも公開されています。4枚目シングルが2023年4月の発売ということで、実に1年1ヶ月ぶりのシングルリリース。優秀なグループというだけあり、リリース頻度の少なさには批判的な声が多数あります。しかし、初披露からインパクト抜群の神曲だと話題で、待った甲斐のある名盤になっているんじゃないでしょうか。一応カレイナちゃんの卒業で少し重かった空気も、この日で一気に晴らさんとするメンバーたちの気合が伺えましたね。シングルの詳細については別の動画でも詳しく語っていますので、ぜひご覧ください。ジュースジュースが新曲を初披露。先日ジュースジュース18枚目シングルの発売が発表されましたね。その中からないものラブが初披露されました。ジュースジュースらしいプライドの高い人物像が特徴的な曲ですね。作曲を担当したのは渡辺康さん。過去にはカントリーガールズの恋はマグネットやお茶の間のゴーユアウェイなどを手掛けています。作詞はスミさんと表記されていましたが、スイミさん説もあります。ここは続報を待ちましょう。シングルの詳細については別の動画でも詳しく語っていますので、ぜひご覧ください。グッドミックスがカモンミックスを初披露。春日井聖太のつぶ組30周年を記念して、グッドミックスというユニットがハロプロ内で結成されました。つぶ組の公式ツイッターが匂わせをしていた通り、そんなグッドミックスがひなフェスに登場。待望のオリジナル曲カモンミックスを初披露してくれました。ミュージックビデオの世界からそのまま出てきたかのように、個性豊かなメンバーたちの姿が印象的です。最近はハロコンでもハロプロ全グループが集まることはないので、このステージはかなりレアなものと言えるでしょう。またキノフェスと同時に開催されたカーボンニュートラルを考える2024倍里山&里海ムーブメントでは、未公開ツーショットチキフカードが1枚付属した粒組グッドミックスコンプリートボックスも限定発売されました。商品の素晴らしさに加えてメンバーの手売りも頻繁に行われるなど、ブスは大変な盛り上がりを見せていましたね。一方で会場にはそのボックスがゴミとして廃棄されているとの残念な噂もありました。そんな話題も含めて、今年のひなフェスと里山を象徴する存在となったのがグッドミックスではないでしょうか。リップがサンセットサマーフィーバーをサプライズ披露。ハロプロダンスチームとヘアスタイリング剤などでおなじみのリップスがコラボして結成されたユニットであるリップ、こちらも珍しくなかなか見られませんが、今回のひなフェスではオリジナル曲のサンセットサマーフィーバーをサプライズ披露しました。リップがファンの前に登場したのは昨年開催されたハロプロ25周年記念コンサートでのオープニングアクト以来ですね。卒業が決まっている佐々木里香子ちゃんにとっては最後のひなフェスということで、ここが披露するラストチャンスだったのではないかと言われています。そう思うとあの曲がより切なく聞こえましたね。フレッシュなグッドミックスとの対比も見事でした。お茶の間とハローキティが再びコラボ。今年で50周年を迎えるハローキティとお茶の間がコラボするとの発表がありました。詳細は明らかになっていませんが、
キティちゃんは現在メゾンデという音楽プロジェクトとのコラボのほか、コアラの街やユニクロ UT とのグッズ展開などを行っているそう。キティちゃんといえば2022年のひなフェスにゲスト出演しており、つんくさんが書き下ろしたハロー生まれた意味がきっとあるを初披露しました。そのバックダンサーをお茶の間が務めており、以降のステージでも積極的にカバーしています。ファーストアルバムではこの曲のお茶の間バージョンも収録されていますね。このことからキティちゃんとお茶の間の関係は深いと言えます。またハロプログループがたびたびサンリオ関連のライブに出演することもあります。中でも最近の大きなコラボといえば、モーニング娘。とがおっきいが長期的なコラボを展開するほか、ビヨーンズが初ライブツアーのスペシャル公演をサンリオピューロランドで開催したこともありましたね。今回のお茶の間は予告割の50周年記念コラボですし、その内容には期待してしまいます。続報が楽しみですね。シオームがシンデレラコンプレックス2を披露。ハロプロ OG が所属する M ラインクラブのメンバーによって結成されたシオーム。結成時に告知されていた通り、2日目のステージでシンデレラコンプレックス2を披露しました。登場時には火花が飛ぶ演出もあり、客席からは大きな歓声が上がりました。ひなフェスに先立って M ラインスペシャルでこの曲が初披露されたことも話題になっていましたね。当時はサプライズだったということで、目にできなかったことを悔やむオタクも多くいました。そんな念願の生シオーム、衣装もしっかりオリジナルのもので感激でした。初披露のニュースについては別の動画でも詳しく語っていますので、ぜひご覧ください。ちなみにパフォーマンス後の MC では、5年ぶりのひなフェス出演となった尾関舞ちゃんによるひなフェスコールもありました。かつてカントリーガールズが毎年やっていたひなフェス公演のコール&レスポンスですね。オタクとしても久々の声が出せるひなフェスでしたし、本当に春の祭典が帰ってきたんだなと実感したものです。椿ファクトリーが上海公演決定&新沼希空の卒業公演が決定。椿ファクトリーからは2点の発表がありました。お知らせの1点目は、5月18日に椿ファクトリーファーストコンサート2024カモンエブリバディトゥ上海を開催するとのこと。昨年10月には香港と台湾で公演を行いましたが、早くも次の海外公演が決まりました。会場となるバンダイナムコ上海ベースドリームホールは1200人ものキャパがあるらしく、前回の600人規模から大幅に増えています。コンサート内容の進化にも期待ですね。お知らせの2点目は、新沼希空ちゃんの卒業公演が6月10日の日本武道館で決まったとのこと。卒業後は芸能活動を終了することも発表している希空ちゃんにとって、これが本当のラストステージ。発表されているツアーの公演数が少ないことも話題になっていますが、残りのハロプロ人生を悔いのないものにしてほしいですね。ということで今回はひなフェス2024のニュースを一気に紹介していきました。例年にも増してニュースが盛りだくさんだった2日間でしたね。今後の活動に対するお知らせも多かったということで、各グループの動向に注目していきましょう。このチャンネルではハロプロの最新情報や見逃せないコンテンツをお届けしていきますので、まだチャンネル登録をしていない方はぜひ登録ボタンを押してくださいね。またこの動画が気に入ったらいいねボタンを押し、コメントでひなフェス2024の感想などを教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。